皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日もスパイダーマンやっていきたいと思います。前回でね、ザ・ネガティブさん、マーティン・リーさんをね、逮捕することができて、こっからはね、また博士のところに戻って研究のね、続きをするみたいなんで、職場の方向かいたいと思います。まあ給料くれへんから職場かどうかっていうのはね、ちょっと怪しいとこですから。博士、パーカーちょうどいいとこに。さあお祝いだ。お祝い？あ、待って、アームはどこです？それすごい。でもどうやって？当該内神経ネットワークだよ。神経伝達速度はなんと7秒以下だ。脳内の信号伝達速度よりも速い。義手はもう過去の産物さ。やったんだよピーター。我々はついに成し遂げたんだ。信じられない。君の神経ウェブが成功の鍵となったんだよ。あれはまだテスト前ですよ。もし何か起きたら。全て完璧だ。あ、ほら見なさい。これすごいな。頭蓋内神経インターフェースバージョン 4.3013 と診断を開始する。これさ、やっぱりあれじゃない、でもエラー発見。エラー発見してるし、じゃあ直してあげよう。すぐ直せるはず。これでどうかな。はい、 OK。 致命的なエラー、その他の部品要対応。ダメか、思ったよりひどい。うん、これ大丈夫？ちょっと嫌やで、嫌やで、そんなん俺嫌やで、嫌やで。安定するといいけど。よし、 OK。 まだ。クソ、ノイズの連鎖だ。これは直せないかも。頼むよ。 OK。 おい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 、大丈夫かいな。めっちゃあるやん。気分や性格の影響、こう、すぐに使用を中止してください。最悪。博士、博士、問題があるかもしれません。どんなものにでも問題はある。だがリスクなしで成功は得られん。この異形を世界に知らしめるんだよ。博士、神経ウェブが運動ニューロンを遮断していません。抑制力とか気分とか脳の他の部分に影響するかも。もっとテストをしないと。テストは十分しただろ。今までずっと自分は出来損ないだと思っていた。だが今は違う。あなたは出来損ないなんかじゃない。でもこのままじゃ精神が侵される。博士。そうか。そうだな。大丈夫。あと一歩です。ああ、そうだな。バグを直すだけだ。ほら、行って。平気ですか？ああ。ありがとう。そう、いろいろとね。グランドセントラル駅で行われるオズボーン市長の会見を生中継でお届けします。マーティン・リーは捕まりました。私は必ず約束を守る男です。ニューヨーク市民は直に街の運命を変える決断を下すことになります。
投票の際は今日のことを思い出してください。ニューヨークはより一層平和な街となったのです。嘘だ。今に目にもの見せてくれるわ。突破口クリア。これ絶対あかんやつやん。もうマイルズは無事かな？ピーター。いや、マイルズ、リーのニュース聞いてどうしてるかなと思って。なあ、あそこで働くのが家なら全然構わないよ。一瞬やめようかと思ったよ。でも父さんの言葉を思い出したんだ。ヒーローは決して諦めたりしないって。そうだね。それが正しい行いなら。紹介したのは僕だし、無理に君を縛り付けたくなくってさ。リーがしたこととここのみんなは関係ないでしょ。みんなを助けたいんだ。僕がここに残れば父さんも喜ぶはず。きっとそうだね、マイルズ。僕も嬉しいよ。話し相手が欲しくなったら言って。ありがとう。行かなきゃ。オフィス用具のお使い頼まれてるんだ。またね。いやだ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 。ピーター。あ、大丈夫？なんとかね。一人でここを切り盛りするなんて無理があるよ。誰かがやらないと。少し寝る時間が減るくらい平気よ。そういえばリーさんから連絡はあったの？いいえ、マーティンはあんなことする人じゃないわ。何があったにせよ、あれはマーティンじゃない。それで MJ とはどうなの？MJ とは、なんていうか、その、ちょっと訳ありでさ。誠実さ、それが長続きさせる秘訣よ。喧嘩したことは？そりゃもう、若い頃はしょっちゅう。それで、あの子には、本当の自分を見せてるの？おい、音量上げろ、聞こえない。警察は会見で、このトラックこそがグランドセントラルの攻撃に使用された装置を運んだトラックであることを公表しました。いつまで続くの？ピーター。何かヒントを得たんでしょうかね。巡る思いクリア。渡辺警部です。伝言どうぞ。ユリ、今どこ？これ聞いたら電話して。デビルズブレスが盗まれてないといいけど、頼むよ。デーモンにトラック奪われたらヤバいどころか大惨事間違いなし。さっきのニュースあれか、なんか今現実に起こってることでどっかが襲撃されたわけね。じゃあちょっと急いでいきましょう。ただ君は対局を見ていないようだな。確かに大惨事は免れた。ここか。よいしょ。だがそもそもどうしてこうなったのかな。デビルズ、あ、泣いて。デビルズブレスは奪われたけど、それどころじゃないの。ライカーズ、急がないと。乗って。ライカーズ、何があったの？組織的な攻撃よ。外部の協力者がいるみたい。全てのドコモ塔が破られた。このままじゃじきにライカーズの囚人たちが五番街にあふれ出すわよ。ここあれが刑務所やったね。確かセキュリティも厳重だし、送電網も別になってるの。よかった。デビルズブレスはセーブルに任せる。信用するの？他に選択肢ある？まずい。シートベルト締めたら？よし、倒していこうか。わかった。よいしょ。よいしょ。
獄計画にしてはちょっとお粗末なんじゃない？よいしょ。オッケー。まずい、武器庫が破られた。それってヤバい？ヤバいよね。囚人たちがロケットランチャーを装備してるってことよ。マジか。任せて。ロケランやだ。オッケー。スパイダーマン、屋上に向かって。屋上から応援を要請されてるの。今行くよ。どこや？めっちゃ撃ってる。どこ？誰のどこを助けたらいいの？これどれや？あ、これか。はい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 。お、待って。これね。よし、武器持ちか、ここのやつは。よいしょ。オッケーかな。中に入っていきましょう。やつらが、みんなどこにいる？やつらが俺の車に。所長を頼む。俺は電力復旧を続けるよ。よいしょ。ああ、今行く。よいしょ。よいしょ。 OK、 これでいいかな。危ない。今度は何なの？今度は何なの？いつものことでしょ。よいしょ。 OK、やばい、どいて。さすがね、あと少しよ。はい、センキュー。ヘリを盗むつもり？ヘリ盗む？今度あれやね、追いかける感じかな。連打か。オッケー、準備しててよかった。よし、ロケラン、ほっ。免許証と車検証を拝見。ジョーク、会えないっす。オッケー、なんとか事態は収拾できたみたいね。ラストは平気だって言ってなかった？そのはず、行くわよ。見た目ほどひどくはないのかも。ポジティブ大好き。でも経験上、見た目よりひどいんだよね。なんかおる。なんかおる。ユリ！落ちる！セーフ。かばって！平気？ええ。パーティーへようこそ。お待ちかね、花火大会の始まりだ。おい、てめえら仮釈放みたいだぜ。エレクトロがみんな逃がしてる。私はメイン制御室に行って状況を確かめてくる。了解、じゃあ僕はパーティーへ。よし、エレクトロっていうのは誰なんよね。静かに檻に戻って鍵かけてくれない？ねえ、頼むよ。よいしょ。ヘイ、センキュー。エレクトロっていうのは何者なんよね。まずないします。いやー、大丈夫。
クマさんや。びっくり、一体何のこと。2体同時とか、やめてよそういうの。ここやね。ねえ、状況は。僕なんか後ろ。この8年で刑務所送りにした。どうだった。飛んで火にいるバカな雲か。スコーピオン、少し待っててくれる。今電話中なんだよね。うん、また雑魚戦がな、とりあえず。電波が切れたみたい。平気。あんまり。エレクトロにないのに、今度はスコーピオンが逃げ出した。この刑務所どうなってんの。カメラはもうすぐ復旧するはず。また連絡する。オッケー、僕はエレクトロを追う。オッケー。おお、なんか、おお、しょい。来いよ、スパイダーマン。追いかけっこ好きだったろ。じゃあ、このなんかわけのわからん電気野郎と戦いになるのかな。エレクトロを見つけ出して阻止する。こっちかな。よいしょ。無駄な努力だが、この奇襲だけを認めてやる。すごいな。協力者を教えてくれたら手加減してやるよ。よいしょ。とりあえず追いかけていったらいいかな。この工場うまくいったことない。よいしょ。おっ、うわ、捕まえた。うわ、しょい。バルザー、元気にしてたか。それじゃあ楽しませてもらうぞ。今離せないんだよね。おお、マジか。オーケー、監視カメラは復旧させたわよ。どこ行ったんよ。どんな感じ。そうね、ラフトに収容されてた囚人全員が脱走したってとこ。マーティン・リーも含めてね。つまりあなたの天敵が5人も逃げ出したってこと。マジか。一瞬本気で言ってるのかと思った。私は本気よ。行かないと、囚人が街に向かってる。あったまった。ああ、これ、これ、攻撃してんのか、これ。あ、いたいたいた。よし、追いかけよう。せいせい頑張りな。パーティーはもうすぐお開きだ。あ、いたいたいた、待つか。いたいたいた、待って待って待って、何これ。どうしたいのこれ。あ、左右に避けろってことか。オッケーオッケー、オッケーか今の。よいしょ。エレクトロ、やめろ。よいしょ。オッケーね。うちのニュースーツ気に入った？決まってる。どこで手に入れた？会員制クラブだよ。なあ、ほら殺すなと言われているはずだ。そうそう、ほら、やりたくないならやらなくてもいいんだよ。こっちはやる気満々だ。うわYou're a-
オクタビアス博士。いいか、一度しか言わん。貴様は手出しをするな。すべきことは分かっているな。成功した暁には礼を弾んでやる。行け。終わりだ、ノーマ。化けの皮を剥いでやる。24時間後。AD ビューグル社のメリー・ジェーン・ワトソンがバイオテル攻撃のニュースをお伝えします。現時点で感染者の数は50万人に到達しようとしています。平気よ。解毒剤について今のところ NPC から新たな情報はありませんが、24時間体制で治療薬の開発に取り組んでいます。セーブルインターナショナルが市内全域に隔離体制を敷いて各地で厳重な警戒措置を維持しています。街中では警察とセーブルの部隊が脱獄囚と戦闘を繰り広げています。一方でオズボーン市長はこの脱獄事件と病気の蔓延はスパイダーマンに責任があると公言し逃亡したと非難しています。ですが確かな証拠のない中、疫病の発生源がこのマンハッタンにあるオズコープ所有の極秘研究所だということが本市の独占レポートで明かされてからというもの、スパイダーマンへの責任転嫁だと囁かれています。市長は疫病対策センターとともに今すぐ消せていると主張していますが、それに関する証拠は未だに提供されていません。オクタビアス博士、なぜ僕のせいだ。病院から連絡があった。無断で出てったんですって。町を救わないと。まだ14本も骨折してるって医者が言ってたわよ。192本は骨折してないってことだろ。助けてくれてありがとう。セーブルにバレるかと思ってヒヤヒヤした。あなたは今や第一ターゲットらしいから。僕って本当人気者。ニューヨークはどうなっちゃうんだ。さあね、世界の終わり、そんな気分。隔離クリア。いやもう考える最悪のシナリオになったね。手を貸すよ。ありがとう。
脱獄犯のギャングが徒党を組んで市街地全体を占領してるらしいの。略奪や地域住民への暴力、何でもあり。僕に任せて。他には？市長がシルバーセーブルにリーとオクタビアスを見つけるよう指示を出したって。それでセーブルが見境なく市民を検挙して町の拠点に監禁してるところ、尋問方法を強化したって噂も聞いたわ。まさか拷問？はあ、大丈夫、任せて。ここは僕らの町だ。奴らから取り返そう。ええ、部下がスーパーヴィランと戦ってる。進展があったら知らせるわ。今はとにかくこの混乱を鎮めてきて。オクタビアス博士、あんなにいい人やったのにね。まあ機械にね、神経系が乗っ取られたっていうことなんでしょうね。悲しいな。じゃあね、次回はどういう形になるんやろね。ミッションは更新は、されてないね。じゃあまあちょっとこの辺のサブクエストをやっといてくださいっていう時間なんかな。じゃあね、他の6人、合計6人か。合計6人のね、脱走衆ともこれから戦っていくんでしょう。ちょっとね、レベルも上げていきたいなと思います。それでは皆さん次のパートでお会いしましょう。バイバイ。またねー。